ライレー RM、RM シリーズは、イギリスの自動車メーカーであるライレーの製造した中級乗用車。1945年に発表され、ライレーが BMC さん会議した後の1954年まで製造された。1938年の経営破綻後、すでに大手、メーカー、モーリス系列のナフフィールドオーガニゼーション参加で存続していたライレー車が、 バッジエンジニアリング車でない完全な独自新設、軽モデルとて開発した最後の乗用車であり、戦前の9、12シリーズと並ぶ、来例の代表作といえる存在である。良質な工作を伴う英国的デザインの木骨構造ボディと保守的ながら自流に即した改良を加えられたメカニズムを兼ね備えるアッパーミドルクラスの中型車であった。 対日戦終結で第二次世界大戦が終戦を迎えてから間もない1945年9月、来例は英国の自動車メーカーのトップを切るようにニューモデル RM を発表した。RM は戦時中から開発が進められており、メカニズムには多くの新基軸が盛り込まれていた。はしご型の低照射足とフロントフェンダーが独立した木骨ボディの組み合わせこそ、 英国における投てな設計だったが、特筆すべきは、前輪独立喧嘩を採用したことであった。これは、シトロエントラクシオンアバン、1934年で、先例のあった縦置きトーションバーによる、ウィッシュボーン式という、イギリス社としては、異例の先進設計であった、シトロエンの影響は白で、RM のトーションバー、スプリング自体、トラクシオンアバン 11CV 用のスプリングと、 互換性があったほどである。独立喧嘩の導入は、アレック・イシュゴニスなどのモーリス社のエンジニアが戦前から検討していた課題の実現と言えるものであった。すべてのモデルで、戦前の1930年代中期に、RH ローズが設計していた、大霊ツインハイカムシャフトオフ水冷4気筒エンジンを採用した、排気量1.5リットル、もしくは2.5リットルビッグフォーである。 トランスミッションは戦前、来例車のようなプリセレクタ式は最後まで装備されず、シンクロ付けのマニュアルトランスミッションのみであった。RM には3種のモデルがある。RMA は大型のサルーンで、後モデルチェンジデムとなった。人民元は RMA よりもホイールベースが延長され、高出力エンジンを搭載した乗用車で、モデルチェン後 RMF となる。RMC ロードスターび、 RMD ドロップヘッドクーペは限定生産のオープントップモデルであった。対戦直前の野暮なモーリス系モデルとは一線を隠し、ファブリック張りのトップや独立フェンダーなど古典的な英国中級者の伝統を受け継ぎながらも戦前最盛期のライレーよりさらに洗練されたスタイリングは戦後のニューモデルとしてふさわしいものであった。終戦直後、 多くの英国メーカーが戦前以来の保守的モデルの生産再開でお茶を濁す中、設計が斬新で適度にモダンなデザインを備えた RM シリーズは市場から好評を得た。1.5はややひりきながら良質な中級車として評価され、またビッグフォーはステアリングが重いため軽快さこそ書いていたが時速100マイル級のトップスピードを誇る高速ツアラーとなっていた。 1949年には、大ー RM シリーズの前世産は、コベントリーから、アビングドンの MG 工場へ移されている。1949年に施された、ビッグマイナーチェンジでは、エンジンの出力向上、機械式ブレーキだった後輪ブレーキの油圧化、前輪は、当初から油圧など、性能向上が図られた。縦置き、リーフ。 スプリング指示の固定後車軸は当初トルクチューブドライブだったが、この時にオープンプロペラシャフトのオチキスドライブに変更されている。最も良いことばかりでなく、それまで分散配置されていたダッシュボードの電気スイッチ類が同一形状の集中並列配置となり、操作ミスを招きやすくなったのは難点であった。当時の競合モデルとしてはアームストロングシドレーのサファイアなどがあったが、 RM シリーズは人気モデルとして堅調な成績を上げた。興味深いのは、同時期の1948年に D.E. フランシスがライレーから移籍していたローズによる類似設計のツインカムオフを搭載した前輪独立喧嘩など類似スペックのニューモデルを発売したとだが、量産規模が小さかったため同程度の内容、性能でライレーの5割増という価格で競争力を変えて、 数年のうちにメーカーごと市場から消えている。新車不足の世相を背景に生産が続けられた RM シリーズであったが、1950年代に至ると天気を迎える。はしご形フレームの上に鋼材と木材を組み合わせ、鋼板を貼ることで構成された伝統的木骨ボディは、古くからの職人芸に頼って成立していたものであり、その製造コストは年々上昇した。 全構成ボディの生産技術は導入が遅れていたイギリスでも第二次大戦後生産性と安全性の両面から急速に普及し超高級車のロールスロイスですら1949年以降は標準ボディを全構成化するようになりつつあった。木骨ボディの RM はその価格に比して極めて手間のかかった製造法をとっていた。固定ルーフモデルに至っては 軽量化やドラミング防止のために、ルーフ後半に穴あけ加工を加え、その上から防水布を貼って、塗装を施すという、アッパーミドルクラスとしても贅沢な工作がなされていた。時流の変典の中でそれを続けることはもはや、限界であった。1952年にナフフフィールドとオースチンとの合併で成立した BMC にとって、既存モデルの生産合理化は、市場命令であり、 コストのかかりすぎる RM が相場合理化の素状に挙げられるのは必然であ。1953年にウーズレーと強要される全構成ボディにビッグフォーエンジンを搭載した後継モデルパスファインダーが発売されたため RM2.5 はそちらにバトンタッチして製造終了 RM1.5 も翌1954年に製造終了して RM シリーズは生産を終えた。 パスファインダー以降の全構成セミモノコックフルアイズフラッシュサイドボディを備えるモデルはいずれもウーズレイやモーリス等とのバッチエンジニアリングモデルに過ぎなくなりまた来例独自のツインハイカムシャフトエンジンも1957年で生産を取りやめられオースチン系で量産向けだが凡庸な性能の通常型オフエンジン B 型 C 型にとって変わられてしまった このような経緯から RM シリーズはオリジナルに設計された最後の来例としてまた戦前からの英国車の伝統を色濃く踏襲した稀有な存在として端正なスタイリングともども愛好者に記憶されている RMA は戦後初の来例車で1945年から1952年まで生産された1.5リットルエンジン最高時速75マイル 合計は、無、フロントウィンドウは2分割。ルーフはファブリックで、カバーされている。人民元は、RMA ベースで、より拡大されたサルーンとなった。1948年から1952年まで、生産された。エンジンは、ビッグフォー、または、S4 オフと呼ばれる2.5リッターのエンジンで、ツイン SU キャブレター装備で、当初 90HP、 1948年には、さらに改良され 100HP で最高時速95メートル PH を出した。燃費は20メートル PG、RMF が後継。RMC は、人気となった人民元の3人、乗車2ドアロードスタータイプ、2.5リットルエンジンは共通。利益を見込める米国輸出向けとして企画された。米国では、パワーのある、 英国スポーツカーが求められたのである。1948年から1951年に制作されたが、その生産はわずか500台強。バンパーが珍しい形をしており、カウキャチャースと呼ばれた。ただし、横並び三人乗車を可能とするため、シフトレバーはコラムとなっており、キャラクターはスポーツカーというよりむしろツーングカーであった。RMD は、 伝統的な2ドアドロップヘッドクーペ。大礼の名前を名乗った最後のオープンタイプとなった。人民元がベースで2.5リットルエンジンを使用。1949年から1951年までの間にわずか500台強の生産。米国へ177台が輸出された。1949年、RMA がモデルチェンジされ、無となる。 1.5リットルエンジンは変わらずだが、リアサスペンション及びアクセルが改良され、後輪にも油圧ブレーキを装備している。ボディはフロントフェンダーが以前より短くなり、リアフェンダーはスパッツと呼ばれたタイヤカバーがついた。リアウィンドウが大きくなり、1954年からはランニングボードがなくった。1955年に代一1.5で置き換えられる。百五十二年、 人民元がモデルチェンジされ RMF となる2.5リットルビッグフォーエンジンで無動用の前輪油圧ブレーキに変更されている1953年にライレーバスファインダーへのモデルチェンジで製造終了した楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください